んにちは、ジェネ・ドットワークの工藤です。いよいよ迫ってまいりました女祭り2015 J ガールズ with シュートボクシング。ここで J ガールズ大会プロデューサーの辰田さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。もういよいよっていうところなんですけれども、今回シュートボクシングさんと、大会を行うということになりまして、シュートボクシングさんのルールが全部で3試合入ることになりました。シュートボクシングさんから選手が5人、はい、そうちょいちょいやっぱり他の、ね、いつもやってる大会の中に、参戦してきていただいてることはあるんですけど、5人ずつ、ね、ドンと出てくるっていうことはまずあんまりなかったです。で、いいところですね、はい、やっぱりダブルメイン、はい、もみちゃん、まずはもみちゃんとユニオンあたり選手ですね。こっちが J ガールズの王者のもみちゃんで、こちらがシュートボクサーのユニオンあかり選手ですね。何が見どころかというと、これはシュートボクシングルールで行われるんですね。もみちゃん王者なんですけれども、 J ガールズのだけども J ガールズのリングでシュートボクシングルールをやるという、今回が3回目、3試合目ですね。で、まあ、結構もみちゃんはいろんな団体に結構出ているので、いろんなルールには対応してきてるんですけど、ただちょっと相手がプレッシャーだとは思うんですよね。なんでかっていうと、今このユニオン選手5連勝中なんです。かなり勢いに乗ってるので、でやっぱりね、シュートボクシングルールっていうことで有利ではあるじゃないですか。そうです。っていうところが一番のポイントですよね。で、まあ、戦績は今回が21戦になって、でもみちゃんが40戦目かな。そう、倍なんだけれども、でもルール的に考えたらどうだろうなっていうのがね、どちらが勝ったのかな。そう、基本的にはまあ、ね、あと2人ともサウスポーでパンチの選手なんだけど、ちょっと今回はどう来るかな、ね、もしかしたらユニオン選手がもう SB ルールガチガチで投げとか狙ってくるかもしれないし、もみちゃんが逆にそれやってきちゃうかもしれないし、ちょっと挑戦みたいな、王者として挑戦するみたいな、全く読めない試合に、分からないですね、っていう試合ですね。はい、そうが、はい、ミオ選手とヒルビー選手、台湾の選手ですね。これはやばいですよ。どうやばいんですか？ミオ、このカードを先に発表したんですけれども、かなりゾワゾワしましたね。来たー、ミオちゃんみたいな。まずもう、はい、今もう何でしょうね、シュートボクシングの中でも看板の選手なので、はい。あのレーナ選手の妹分として、はい、もう注目度が、そう、そのミオちゃんがまず出てくる。で、まあ、シュートボクシングのルールでやるんですけれども、この相手がね、かなりの打撃の強い選手で、見た目もなんかガタイが良さそうな気がする。2人は、去年の8月に行われたガールズエスカップにそれぞれ出てて、まあ、別のトーナメントに出てるんですけれども、キルビー選手が50キロのトーナメントに出たんですね、世界戦に。で、本当は48キロがベスト。去年に、金メダルを3つ48キロで取っていて、そう、台湾ボクシングと、あと WAKO っていうキックボクシングの、あと台湾ムエタイ、その3つのメダルを、持っているので、ちょっと自分のね、やっぱりベスト体重でやるっていうのが怖いところなんですけど、48キロベスト体重、かなりだから、まあ、J ガールズ2人とも初参戦なんですけど、ね、やっぱり打撃が強い選手なので、ボクシングとかでもすごい、有名な選手なので、ボクシングでやられてる
うん、元ボクシング。なるほど、うん、キックボクシング。うん、キックボクシング、そうね。うん、そう、だから、ねえ、どうなんだろうな。みおちゃんがやっぱり SB ルールうまく使ってくるのか、どう、わかんない。さっきのもみちゃんと似たような感じ、はい、ああ、もうどちらに転ぶかわからない、見どころ満載の試合ということですね。うん、っていう感じですね。実はみお選手とキルビー選手から動画が届いておりますので、こちらをご覧ください。シュートボクシング及川道場のみおです。今回 J ガールズとシュートボクシングの合同大会で台湾王者のキルビー選手と対戦させていただくことになりました。ありがとうございます。対戦相手のキルビー選手はボクシングベースですごいパンチも強いと思うんですけど、まあ、私もパンチに自信があるので、いつも通り打ち合いをしてパンチで KO を狙っていきたいと思います。そしてこの大会で一番輝きたいと思ってます。大家好，我是 Kilo B。首先感谢 J Girls 跟 Shooter Boxing 的主办单位邀请我去日本比赛，很荣幸我的对手是 Mio。我相信这场比赛会很精彩，我会全力以赴赢得这场比赛。谢谢大家。ということで、5月24日に行われる女祭り 2015J Girls with Shooter Boxing、皆様のこと会場でお待ちしております。よろしくお願いします。